2点目についてです。東京都渋谷区が3日に路上での飲酒を通年で禁止する条例の改正案の議会に提出された件についてです。このような条例に関する受け止めと、みなみなの繁華街を抱える大阪府内の自治体でも、このような検討はされているのか、また今後検討される可能性はあるのか、見解をいただけますでしょうか。渋谷区においては、例えばハロウィンの時とかに飲酒で酔った人が車をひっくり返したとか、そういったこともあって現実の、規制する必要性があるという中で条例が制定、提案されているんだと思います。この問題というのは、やはりその行動の自由をどこまで行政が制限するかということにかかってくると思います。飲酒というのは本来の自由ですから、その中で行動の自由がある中で行政がどこまで制限するのか、それを考えたときに、今大阪市内においてはその渋谷区で起きているような現象は起きていませんので、現時点では条例で規制する必要まではないだろうと思います。ただやはりその飲酒も節度を持ってやってもらいたいと思いますし、物を壊すだとか、あるいはその、ね、渋谷区でも車をひっくり返すだとか、これはもう見過ごせないねとなってくれば、これはもう条例制定の動きというのも出てきます。これは自由を制限するということになってきますので、ぜひ節度を持った行動をお願いしたいと思います。現状いろいろ南の活性化協議会とか等々やってますけれども、現時点で、地元の皆さんからも飲酒を規制すべきだというような動きなり大きな声というのは今上がっていません。でその現時点で検討しているわけではないですけれども、実際これは渋谷で起きていることでもありますし、大阪ではそこまでそういった酔っ払って車をひっくり返したとか、そこまでの事実が起きてないので、そこまでの立法事実はないんですけれども、そこは今後ですね、行動の自由を制限するというのはもともとあまり望ましいことではないと思いますから、節度を持った行動をしてもらいたいと思います。